ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。ハレルヤ、主님의이름을찬양합니다。今日も御言葉の時間がやってまいりました。오늘도말씀시간이다가왔습니다。今日も御言葉を通して主の勝利が満ち溢れることを願っております。오늘도말씀을통해서주님의승리가넘쳐흐르시기를진심으로기도합니다。では聖書を読みましょう。성경말씀보겠습니다。詩詩記一章の一節から七節となっております。사사기1장1절부터7절입니다。さてヨシュアの死後、イスラエル人は主に伺っていった。誰が私たちのために最初に登っていってカナン人と戦わなければならないでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが登っていかなければならない。見よ、私はその地を彼の手に渡した。そこでユダは自分の兄弟シメオンに言った。私にあり割り当てられた地に私と一緒に登ってください。カナン人と戦うのです。私もあなたに割り当てられた地にあなたと一緒に行きます。そこでシメオンは彼と一緒に行った。ユダが登っていた時、主はカナン人とペリジ人を彼らの手に渡されたので、彼らはベゼクで1万人を撃った。彼らはベゼクでアドニベゼクに出会った時、彼と戦ってカナン人とペリジ人を撃った。ところがアドニベゼクが逃げたので、彼らは後を追って彼を捕らえ、その手足の親指を切り取った。するとアドニベゼクは言った。私の食卓の下で手足の親指を切り取られた70人の王たちがパンくずを集めていたものだ。神は私がした通りのことを私に報いられた。それから彼らはアドニベゼクをエルサレムに連れて行ったが、彼はそこで死んだ。アメン。ヨスアが죽은후에이스라엘자손이여호와께묻자가로되우리중누가먼저올라가서가나안사람과싸우리니까여호와께서가라사대유다가올라갈지니라보라내가이땅을그손에붙여놓으라하시니라유다가그형제시므온에게이르되나의제비뽑아얻은땅에나와함께올라가서가나안사람과싸우자그리하면나도너의제비뽑아얻은땅에함께가리라이에시므온이그와함께가리냐유다가올라가매여호와께서가나안사람과브리스사람을그들의손에붙이신지라그들이베색에서1만명을죽이고또베색에서아도니베색을만나서그와싸워가나안사람과브리스사람을죽이니아도니베색이도망하는지라그를쫓아가서잡아그수족의엄지가락을끊으매아도니베색이가로대옛적의70왕이그수족의엄지가락을지키고내상아래서먹을것을줬더니하나님이나의행한대로내게갚으시미로다하니라우리가그를끌고예루살렘에이르렀더니그가거기서죽었더라아멘はい、今日はこの地を勝ち取る者としてというタイトルでお話をしていきます。오늘은이땅을차지하는자로서라는타이틀로말씀나누겠습니다。今日から詩式のメッセージに入っていきます。오늘부터사사기의말씀으로들어갑니다。しばらくの時間詩式をずっと一緒に読んでいこうと思っております。잠시동안시간우리가함께사사기를읽어보며말씀나누기를원합니다。まずはじめにこの詩式の概要について少しお話をしようと思います。먼저이사사기의개요에대해서여러분과함께나누겠습니다。まずこの詩式の時代背景でありますけども、먼저이사사기의시대배경입니다。ヨシュアの死後からサムエルが活躍するまでの間の歴史が記録されてあります。바로ヨシュアが죽고サムエル이활동하기그전그사이의일의그내용들입니다。ヨシュアとは、このヨシュアというのはこのモーセの次のイスラエルの指導者になった人物でしたね。ヨシュアはモーセの다음으로하나님이세우신지도자이스라엘의지도자였습니다。ヨシュアがこの指導者の時代に、ヨシュアがいい指導者ですって、그時代イスラエルはこのカナンの地に入っていくことになるんです。イスラエルはカナン땅으로들어가게됩니다。カナンの地に入ったイスラエルは、カナン땅으로들어간이스라엘은カナンの先住民と戦います。カナンの그원주민들과싸웁니다。そしてこのカナンの地を勝ち取っていくということでありました。그리고그カナン땅을차지하고나아갑니다。イスラエルはこのカナンの地を勝ち取っていくことは神様の御心でありました。이스라엘이가나안땅을차지하는것은하나님의뜻이었습니다。故にイスラエルは、그렇게이스라엘은あらゆる戦いに勝利をしていくことになるんです。여러싸움에서승리하며나아갔습니다。ヨシアという指導者が立てられて、ヨシア라는그지도자가세워지고、彼を通して、그를통해서이스라엘은この次々にカナンの地を
勝ち取っていくことになったのです。イスラエルは계속해서그가나안땅을차지하며나아갔습니다。しかしこのヨシアの時代だけではカナンの地のすべてを勝ち取ることはできなかったんです。하지만여호수아그시대에서모든가나안땅을다차지할수는없었습니다。まだまだ勝ち取るべき場所は残されていたということですね。아직도차지해야될그땅은남겨져있었습니다。ところがそんな時、하지만그럴때神様の時が来てヨシアは天に召されることになるんです。하나님의때가이르러여호수아는죽게됩니다。聖書を見れば、성경을본다면ヨシアはその時110歳であったというふうにあります。여호수아가그때120세였다라는것이기록되었습니다。カナンの地を勝ち取っていくために指導者として活躍していたヨシアがいなくなってしまったんです。カナン땅을차지하기위해서세워진그여호수아가하늘에죽고난다음이었습니다。その意味は、그의미는イスラエルをこの先導く指導者がいなくなってしまったということですね。이제부터이스라엘을인도할그지도자가없어졌다라는것을뜻합니다。勝ち取るべき地はまだまだたくさん残されているんです。아직싸워서차지해야될그땅은남겨져있습니다。しかしこれからこのイスラエルを導くことができる指導者がいなくなってしまったということです。하지만이제부터이스라엘을인도할지도자가없어졌다는것입니다。そんな状況に置かれている時からこの四世紀が始まっていくんです。그러한그때부터이사사기가기록되어져나갑니다。早速今日の聖書四世紀一章一節を見ればこうあるんですね。사사기1장1절을보면이렇게기록되어있습니다。ヨシュアの死後이스라엘人は主に伺っていったとありますね。여수아가죽은후에이스라엘자손이여호와께묻자와가로되주니伺うのです。주님께여쭈었습니다。何を伺うのでしょう。무엇을여쭈었습니까。誰が私たちのために最初に登っていってカナン人と戦わなければならないのでしょうかということですね。우리중누가먼저올라가서가나안사람과싸우리까라는것입니다。偉大な指導者として立っていたヨシアがいなくなってしまった。위대한지도자로서세워졌던여호수아가없어졌습니다。じゃあその次に立つ指導者誰なのか。と言ってるんですね。그다음에세워질지도자는누구인가라는것을묻습니다。誰がイスラエルの先頭に立つのでしょうか。누가이스라엘의선두에서서나가야됩니까。誰がリーダーとなってこのイスラエルを導いてくれるんでしょうかということです。누가리더가되어서이스라엘을인도합니까라는것입니다。今日の聖書の2節を見ればそれに対する主からの答えがありました。그질문에대한 이절을보면그대답이기록됐습니다。ユダが登っていかなきゃならないというんです。ユダが올라갈지니라라고합니다。ヨシュアの死後ユダという人物が指導者となる。ヨシュアの다음ユダ라는인물이나아가는것입니다。ユダがイスラエルのリーダーとなる。ユダがイスラエルリーダーが된것입니다。聖書を読み進めていくならば、성경을읽고나아갔다면主の言われる通りにユダは立ち上がります。주님께서말씀하신대로ユダが일어섭니다。そして様々な地を勝ち取っていくことになるんですね。そのことが一緒に記録されてあります。神様はヨシアに代わってこのユダという人物を準備しておられたということです。まずここで立ち止まって考えたいことがあります。それはイスラエルが主に伺ったということです。이스라엘자손이여호와께묻자와가로되라는것입니다。ヨシアの死後、ヨシアの죽음은이스라엘には目に見える指導者がいなくなってしまった。이스라엘에게는눈에보이는지도자가없어졌습니다。ヨシアという偉大な指導者が立っていたがゆえに、ヨシアの위대한지도자가서있었기때문에이스라엘は今までこの力強くカナンの地を勝ち取っていくことができたのです。이스라엘이정말힘있게가나안땅을차지하며나아갈수있었습니다。ところがそのヨシアも死んでしまった。하지만그런여호수아도죽고없어졌습니다。目に見える指導者が失われてしまったということです。눈에보이는지도자가사라졌다는것입니다。でその時に그럴때이스라엘は主に伺いを立てたんですね。이스라엘은주님께여자와가로묻고나아갔습니다。感謝なことは감사한것은이스라엘は自分たちの好き勝手に行動することではなかったということです。이스라엘이자기마음대로행동하며나가지않았다는것입니다。自分たちが動く前に자신들이움직이기이전에彼らは主に伺いを立てるということができたということですね。その結果ユダという人物が立てられるんです。ユダを指導するイスラエルは
カナンの地で続く戦いのために前進していくことになるんです。そして多くの地を勝ち取っていくことになるということです。ヨシアの死後、イスラエルは自分たちで動くことをしませんでした。これから自分たちはどうすればよいのか、それについてまず主の御声を求めたということです。私たちもまず主の御声を聞く我らであるようにと願っているんです。まず今日知るべき重要なことは、この時イスラエルにはカナンの地を勝ち取っていくための戦いが行われていたということです。同じように私たちにもこの地において戦いがあるということです。どのような戦いでしょうか。この地を神の国として勝ち取っていくための戦いであります。この地が神の国になるように、神の国の影響力がこの地の隅々まで与えられますように、私たちはそのための戦いをしているということです。その戦いのために私たちは召されているということです。もっと具体的に言えば、さらに多くの人々がイエス・キリストを信じることができますように、次々に人々が起こされ神の御名を崇めることができますように、この世界の隅々に至るまで神の御名が崇められますように、それをする人々がもう各地で起こされていきますように、この地が神の国になるように、この地が神の御名を崇めるように、それが実現されるために、まず先に私たちがイエス様を信じて救われたものとされているということなんです。私たちの家庭に神の国が訪れますように、私たちの教会に神の国の支配が訪れますように、私たちの職場に、私たちの学校に、私たちが行く場所すべてに、私たちが出会う人すべてに、神の国の支配が訪れるように、この地を神の国として勝ち取っていくために、まず先に私たちが選ばれたんだということなんです。私たちは今日も目的のある人生を生きているということです。今週も神様の目的を達成させるものとして生かされているということです。私たちにはやるべきことがまだまだたくさん残されているんだということ、私たちには勝ち取っていくべき使命というものが与えられているということです。誰一人として何となく生きている人なんていないのです。目的もなく無意味に生きている人はいないのです。イスラエルはこの時に、このカナンの地を勝ち取るようにという使命が与えられていました。同じようにイエス様を信じて生きる私たちには、この地を神の国として勝ち取っていくという使命が与えられているということなのです。この世に生きる人々は、お金を稼ぐために生きています。食べて飲んでより良い生活を得るために生きています。その中心にはいつも自分がいるということですよね。自分がさらにより良い生活をするために、
そのためにもう少しお金を稼いで、もう少し仕事をして、もう少し仕事をして、もう少し勉強して、もう少し良いものを身につけてということです。その中心にはいつも自分がいるということです。もちろんより良い生活を求めることを否定されることではありません。私たちはより良い生活を求めて生きても良いのです。しかしそれを求める動機が何であるのか、それは問われるんだということですよ。何のためにもっとお金を稼ぐのか、何のためにもっと勉強して、もっと仕事をして、もっとより良いものを身につけようとするのか、自分の見栄のためでしょうか、暮らし向きの自慢のためでしょうか、目の欲、肉の欲を満たすためでしょうか。イエス様を信じる私たちはそうであってはならないのです。私たちがもしそれらのものを求めるということならば、その動機となるべきは神の国を勝ち取っていくためなのです。この地に神の国の支配が訪れるためにということなのです。私たちの家庭に、職場に、学校に、我らが行く場所に、また出会う人々に、神の国の支配が望まれるようになるためであります。この地を神の国として勝ち取っていくためであります。ある人はビジネスマンとして神の国の使命に生きるのです。ある人は主婦として、ある人は教師として、ある人はスポーツ選手として、ある人は芸能人として、ある人は医者として、さまざまな場所で、さまざまな立場で神の国の人として生きていくことが求められているということです。食べる時も飲む時にも神の国のためにするということです。私のための人生ではなく、キリストのための人生を生きるということです。私は死んでキリストが生きるということです。ガラティア2章20節読んでみましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのでなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメン。내가그리스도와함께십자가에못박혔나니그런즉이제는내가산것이아니오그중에안에그리스도께서사신것이라이제내가육체가운데사는것은나를사랑하사나를위하여자기몸을버리신하나님의아들을믿는믿음안에서사는것이라아멘私たちはもはや自分の肉のために生きる人ではありません。우리는더이상자신을위하여서살아가는사람들이아닙니다自分の見栄のために生きる人ではありません。자신의가지고있는그허영욕심을위해서살아가는자가아닙니다暮らし向きの地盤のために生きる人ではありません。이생의자랑을위해서사는자들이아닙니다私たちは神の国のために生きる人です。하나님나라를위해서살아가는자들입니다この地を神の国として勝ち取るために、神の国の兵士として生きているということです。우리가이땅을하나님의나라로차지하기위해서바로하나님의하늘의그병사로서용사로서살아가는것입니다兵士というのは그용사랑戦いに勝利するために訓練が必要です。그싸움에서이기기위해훈련이필요합니다戦いができる兵士となるための準備が必要です。私たちも神の国の兵士として生きるためには、訓練が必要であり準備が必要なんです。私たちにとっての訓練とは何でしょうか。どのような準備が必要でしょうか。御言葉によって生きることです。말씀에의해서살아가는것입니다
御言葉に伺いを立てるということです。あらゆる状況で神様の御言葉に耳を傾けていくことです。こういう時はどうすればよいのか主に聞くということです。自分勝手に動くのではなく、感情のままに動くのではなく、自分の願いや自分のビジョンのままに動くのではなく、主の御心が何かを求めていくことが重要だということです。御言葉を聞くという訓練が重要だということです。御言葉によって整えられる、その準備が必要であるということです。クリスチャンとはどういう人でしょうか。御言葉によって生きる人であります。パンだけで生きる人ではありません。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる人です。パンだけで生きるとは、自分の経験によって生きるということです。自分の感情のままに生きるということです。自分の方法で生きるということです。その中心にはいつも自分がいるということです。クリスチャンはそのように生きてはなりません。御言葉を無視して自分の思うままに生きてはならないということです。神様の御言葉をまず聞くことから始めることです。神様の御言葉を黙想することから始めるのです。御言葉によって生きるんだということを求めるのです。しかしそうではなくて、御言葉よりもまず自分が先にやる。だから問題がもっと複雑になるんです。だからいつまでも勝利できないんです。だから今も敗北者のように生きるしかないんだということです。今日の聖書の2節の後半を見れば、主は続けてこう言われていました。見よ、私はその地を彼の手に渡した。イスラエルが主に伺いを立てた結果、ユダが先頭に立つようにと言われました。ユダが먼저올라가라라는선두에선다는그말씀을주십니다。しかも神様はカナンの地を彼の手に渡したという約束まで与えてくれた、くださっていたんです。主がイスラエルに勝利くださるということです。主が語られる御言葉に従って、ユダが先頭になってイスラエルを導くならば、ユダが선두로서서이스라엘인도한다면주가이스라엘에게승리를くださるというのです。주님께서이스라엘에게승리를허락하신다는것입니다。私たちが信じていることは、우리가믿고있는것은主の勝利は私たちの勝利だということです。주님의승리가바로우리의승리라는것입니다。主の勝利は、주님의승리는イエス様を信じて生きる私たちの勝利だということです。예수님믿고살아가는우리들의승리라는것입니다。イエス様を信じて生きる私たちには、最終的に勝利しか残っていないということです。確かにこの世にあっては患難もあるんです。戦いがあるんです。難しい状況に置かれることあるのです。カナンの地に入っても平安じゃなかったんです。イスラエルは戦わなきゃならなかったんです。我らの人生にも戦いはあるんです。ある人は経済的な困難に置かれます。健康の問題に置かれます。人間関係でも傷つきまくっています。どうしても突破できない壁の前でも苦しみもがいているということです。確かにこの世にあっては困難がある、戦いがあるんです。しかしイエス様は言われました。勇敢でありなさい、勇気を出しなさい、恐れてはならない、おののいてはならない。
떨지말라なぜでしょうか왜그렇습니까主がすでに勝利をしたからだ주님께서벌써승리하셨다라는것입니다イエス様がすでに勝利を収められたからだということですイエス님께서벌써승리를이루어셨다라는것입니다十字架で死なれたイエス様は3日目に死人の中からよみがえりました。私たちが信じているイエス様とは死をも打ち破って勝利をされたお方です。悪の力がもたらす最終的な武器は、最終的な力は、究極的な力は、イエス様の復活によって完全に打ち砕かれたんです。主は完全な勝利を収めました。最終的な勝利を収めました。そして重要なことは、その主の勝利は主を信じて生きる私たちの勝利なんだということです。私たちも勝利者として生きることできるんです。最後は勝利するという、そんな素晴らしい結果しか私たちには残されていないということです。確かに戦いがあります。しかしそれらの戦いは勝利が約束されている戦いなのです。勝つのか負けるのかという戦いではないのです。勝ちだけが約束されている戦いなのです。現実問題、病はあります。貧困もあります。飢饉はあります。戦争もあります。疫病もあります。災害も起こるんです。しかし私たちは忘れてはなりません。最後の勝利は私たちに約束されているということです。どんな状況にあっても最後は勝利なんだということです。死という恐ろしい武器が襲ってきても、その死が私たちを打ち負かすことなんてできないということです。死を通して栄光の世界の扉が開かれる、驚くべき逆転劇がイエス様を信じる者に準備されているんです。だから私たちは死の前でも賛美して生きることができるんです。試練の中でも喜びを持って生きることができるのです。敵の前でも敵を愛し敵のために祈ることができるんです。右を打たれたら左を差し出すことができるのです。愛、喜び、平安という実を追い求めて生きることができるのです。つまりイエス様を信じて生きる私たちは、どういう状況にあっても御言葉に聞いてそれに従って生きることができるのです。そのように生きる人が神の国の兵士なんです。神の国の兵士は武器を持って戦う人ではないのです。御言葉を持って戦う人です。御言葉の剣を持ってこの世に出て行く人々なんです。重要なことは、その結果は勝利しかないということです。今週も私たちに重要なことは、御言葉を握ることです。御言葉の約束をしっかりと心に留めることです。主の勝利は私の勝利であると信じることです。それが具体的に生き方に現れていくということです。今日の御言葉の3節を見ましょう。こう書かれてあります。ユダが選ばれたんですけど、彼がこのカナンと戦うために自分の兄弟であるシメオンと一緒に行こうというんですね。カナン人と戦うために一緒に行こうというんです。協力を求めるということです、ね、この地上に神の国が建てられない原因の一つは何でしょうか。
하나님나라가세워지지못하는그원인의한가지는무엇입니까それは教会が対立しているからです교회가대립되어져있다는것입니다クリスチャンがいがみ合っているからですクリスチャンに서로으르렁거리고있습니다教会に平和がないからです교회안에평안이없습니다クリスチャンの交わりにいつも緊張感があるからですクリスチャンの교제가운데緊張感이있습니다そこに愛が見えないということです。そこに사랑이보이지않습니다。そこに許しとか尊敬とか一つになるとかそういうものが何も見えないということです。가운데사이에존경과그리고사랑이전혀보이지않는것입니다。クリスチャンになっても、クリスチャンに되어도、今も、지금도、自分が、내가라는그자아가있습니다。あの人がではなく自分が用いられなきゃならない。저사람이가아니라내가쓰임받을あの教会ではなくて私たちの教会が用いられなきゃならないどの教会よりもうちの教会がもっと優れている自分の賜物があの人の賜物よりもっと優れているあの人よりもっとすごいことできるってどれだけ勉強したかどれだけ素晴らしい経歴を残したか教会同士が競争しているクリスチャン同士が争っているどうしてそれなのに神の国の実現がなされるということでしょうか私たちは互いに愛し合う者として召されています許し合う者として召されています互いに尊敬し互いに認め互いに祈り合う者として召されています喜ぶ者と共に喜んで泣く者と共に泣く者として召されているのです平和を作る者です私たちがそのように生きるときにまず教会に神の国が訪れることになります。そしてそれがこの地に影響を与えることになっていくんです。教会が互いに協力するのを見て、この世の人々は神の国を見るということです。教会が互いに尊敬することによって、この世の人々は神の国の美しさを見るということです。教会が神の国のモデルなのです。教会が神の国を表すために性別された場所なのです。だからサタンの力は必死になって今も教会に分裂を起こそうとします教会の中に争いを引き起こそうとします教会が一つになるならばそこに神の国が訪れることを知っているからです教会に御国の鍵があることをサタンは知ってるからです教会にどれだけの影響力があるのかを知っているからですそうです教会が倒れたらこの世も倒れるんです教会が堕落すればこの世も堕落するんです教会が分裂すればこの世も分裂するんですまたその一方で教会が清ければこの世も清くなるんです教会が平和を作ればこの世にも平和が作られると信じます教会にその鍵が与えられているってマタイの福音書に書かれてあるんです今日の聖書の4節から7節を見れば主が敵をユダの手に渡されたことを見ることができます主が渡されたんです
主が勝利をくださったんです。주님께서승리를주셨습니다。主がイスラエルにカナン地を与えたんです。주님께서가나안땅을그들에게붙이셨습니다。同じように主は今日も教会に勝利をくださいます。오늘도동일하게오늘도교회에게주님은승리를허락하십니다。今週も私たちの歩みの中に。이번주도우리들의삶가운데서。この地が神の国として捉えられることになっていくんです。이땅이하나님의나라로붙여지게될것입니다。そのために必要なことは、그것을필요한것은私たちが우리가御言葉に目覚めることです。말씀에눈을뜨는것입니다。自分の感情に目覚めるのではなくて、자신의감정에눈을뜨는것이아니라御言葉に目覚めることです。말씀으로깨어나는것입니다。自分の感情に敏感になるんじゃなくて、私の感情に敏感になるんじゃなくて、御言葉に敏感になることです。말씀으로敏感になることです。また教会が、그리고교회가いつも平和であるように祈り求めていくことです。항상합평되기를그것을기도하며나가는것입니다。教会がサタンにやられてしまうことがありませんように。교회가사탄에게넘어가지않도록。神の国が訪れる場所として聖別されますようにと求めることです。하나님나라가임하는구별된자리가되도록구하는것입니다。私たちに与えられているこの重要な使命のために。우리들에게허락된이중요한사명을위해서。今週も。이번주도。大胆に、勇敢に、勇敢に前進する我らであることを願っているのです。前進して流れる我々の生きる祈祷を。お祈りいたしましょう。祈りします。ハレルヤ天皇お父様、感謝いたします。ハレルヤ主任、感謝です。今日も与えてくださる祝福のメッセージに感謝いたします。私たちには偉大な使命が与えられています。この地を神の国として勝ち取っていくという偉大な使命であります。私たちが何者でそんな偉大な使命が任されているのでしょうか。そうです、私は何者でもありません。しかしこの者があなたの御言葉を聞くときに、そこに従って生きるときに、奇跡が起こることを信じます。御業がなされることを信じます。勝利が見ることができるようになることを信じます。主はすでに勝利しました。もうすでに勝利しました。これから勝利するのではなく、もう勝利しました。そしてその勝利は我らのものであること感謝します。教会のものであること感謝します。しかしそのために目覚めて、目を覚まして、御言葉に従って、平和を作って、愛を持って生きていく我らであるように祝福してください。サタンにやられてしまうことがありませんように、神の国が訪れる教会であるように祝福してください。ハレルヤ、感謝します。今日も勝利を感謝します。感謝を持ってあなたの御前にお捧げ物いたします。聖別して受けてください。捧げる手を祝福してください。誰一人として貧困で苦しむことがありませんように助けてください。また今週も1週間健康が守られるように祝福してください。ハレルヤ、感謝します。栄光を主に捧げます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、感謝します。主の勝利は我らの勝利です。今週も勝利です。ハレルヤ。